だってもう正直この見た目の中でその携帯の電波塔と駅舎が新しくなってるのを覗いたら多分昭和からこのままなんだろうなって感じだもんね。いい旅になりそうだ。何よりもねこの猛暑と台風が襲ってる、この日本でねこんなにね心地よい気候の中で、ね、外ロケができるって奇跡だよ。もはやもうそれに感謝だよ。うん、すごいわ。これは山陽地方行ってなくて正解かもしんねえな。一日経ったら山陽地方の方も多分晴れるんで、今日昼過ぎぐらいまでこっちの方をぐるぐると回ってみて、ちょっと休んでから夜から走り出してもいいですしね。うん、まあ行きそうだったらその日のうちに広島ぐらいまで行ってしまって、広島観光なんかもしちゃって、すっきりモード。計画無謀な気がする。相当無謀な気がするけど、よし、まあ戻ってきた。帰りは現金を支払えばいいのかな。運賃額とかも特になかったもんね。あ、山田記念だけ撮っとかな。こっちのカメラでも。9分だからまだちょっと時間あった。よし。風が足ないかな。あんまん乗車口があって。まあちょっと駅の中あちらちら見たと思いますね。朝の時間帯、多めになってるのはありがたいですね。そして中にね、意外と、ホーム有効町にたっか。4畳分あるのか、これ。そうですね、4畳限界までありますね。5畳か切るか切ないか。だいぶちょっとこれ曲がっちゃってるけど、いいね、越中山田。走りもあるからもう全ての山田を抑えときましょう。山田なんてね、どんなキャッタっていいんですよ、山田はね。ザ・ローカル線って感じですね。いいですね。色合いもいいですね。全然向けてら。ね、よし。いや、撮った。あと5分、ちょうどいい時間じゃ。ちょうど風は吹いて、雨雲は全部その山でせき止められて、いや理想的な展開じゃないですか。いやいやいや、正直最初の、これ回にしたら2回か3回ぐらいなのかな、関ドライブインにいた時にはね、もはや絶望しか感じてませんでしたけどね。いや、こんなまさか穏やかな旅が始まると思ってなかった。にしても、あのタイヤすごいなぁ。時代を感じますよね。タイヤのラジアル構造とかもね、当時のあれですよね。昔のブリティッシュストーンは、あのマークだね。横浜のマークなんかもね、昔のマークね、とか。もうさすがに見なくなっちゃいましたもんね。東洋って昔のマークってあるのかな。
もう、ちっちゃく次はトヨタやあのマークだったしな。ミシュランとかも全く変わってないですからね。で、あ、ワンワン乗車口は向こう。オッケー。実際の季節だとまた切れだったんでしょうね。よし。あと3分。いい時間だ。ちょうどいい時間だ。はい、定時になり始めるでしょ。もう分かってますからね。早めになり、なると分かってますからね。水戸市が結構先から来るの分かるんだね。トン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 9分で全部しょワンマンか2両または1両編成であっこれはそうだ全然でしょワンマンカーで3アリのやつは2両編成とか1両編成で来るんですね。逆に言うとそうか、朝だけなんだ。朝夕晩だけだから。一般の観光で、この、多編成のやつを取ろうと思うとなかなか大変なんですね。だからこれ8時52分に、来たやつを見て、10時8分のこれに狙うってことでしょう。その間、こっち方面はないで、8時41分から10時8分までないですもんね。着く列車はあるんだ。その間に50分、58分には着くけど、これはさっきの引き込み線みたいなところに入ってくるのかな？なるほどな。で、8分が出て、そこから59分ね、とかまた8分にって感じか。へぇー。あった塗った山田小学校と踏切が鳴りますよ。この辺りは AI 使わんとでもいいですもんね。さあこっちはあれかな、乗車券を取るパターンなのかな。すげえ。これは昭和だ。二両編成か。へえ。すごい。おお。おお。どこの名前なんだ。へえ。消えちゃう。